接客する上で気をつけてること、まあ、技術は、もちろん接客のスキルっていうのを上げていきたいなって思ってて、お客さんを喜ばせて帰るっていうのを一番重きに置いてやってます。ワインディングを永遠に巻いていくっていうのとかがあって、まあ、それで点数つけられて、やっぱりその練習した成果が出るっていうのはすごい素晴らしいなって、努力裏切れへん、それはやっぱ一番分かったかな、その時に。まあ、高校生に今言えることとしたら、今やってる自分のことを信じ続ける。そうじゃないと何をしたから成功したかが分かんなくなっちゃうんで、今やってる軸をぶらさずにやるっていうのを意識しながら学校生活を送ってもらいたいなって思います。だから成長できる。